はじめまして。よろしく頼む。ネギが九条ネギで辛くないのでネギは焼かないでもらって、レモンを上からかけて、パンだけ焼いて、パンが焼いたらネギの上乗ってくるんで一緒に食べてください。はい、ネギがしかない、ネギしかないんですけど、すいません。ネギ、そう、お肉が僕のところに1個も来なかったんですけど、そう、肉がないんですけど、受けるじゃん、その方がネギしか来ない、いただきます。うまい、ネギうまいっすか。ネギうまい、お肉楽しみにします。お客様おいでねー、もっとすすい。花見お願いします。いいっすね、こうじゃん。はい、肉食ってないか、ネギ食ってないか。ネギの量がもうすごい。ありがとうございます。めちゃくちゃいい。うまい。そうくんに。いいか、取るの。あ、まあいいよ。昔めっちゃ食わされたもんな、一番の時。ありがとうございます。食べちゃうね。腹減ったまま寝るの結構きつい。うん、YouTube やってる、全部やる。じゃあすいません、この噂の何でしたっけ。ジャンスープ、ジャンスープ酸辛、大したことないと思うんで、めちゃくちゃ辛いですけど、いただきます。辛いです。いやでも大したことないと思うんで、いや大したことないと思う。本当それ。辛いです。マジ辛いです。酸辛だよ、だって。うん、いただきよ。恥ずかしくってください。恥ずかしくってください。正直なリアクションする。どうですか、甘そうですか、どうですか。こんな辛そう。甘そうには見えない。全く見えない。甘そうではない。いただきます。恥ずかしくってください。ああ、でも、ね、くそ辛いっしょ。まあ辛いな。やばいね、これ。普通に辛いわ。じゃあ次コーヒー屋さんに行きましょう。コーヒー屋さん。あ、大丈夫です。ピアス。スタバじゃん。いや、スタバですね。スタバですね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。最近覚えた語彙。最近覚えた語彙。最近覚えた。レカグワさんのメロンフラペチーノ。いや、さっき言ったじゃん。バラせないわ、言って。なんて言ってんの。なんて言ったの、今。うまいです。めっちゃうまい。何飲んでるんですか。メロンフラペチーノみたいなやつですけど、果肉がね、すごい下の方に入ってて、上は結構蒸し状なんですけど、下はあのゼリーみたいな感じですね。すごい美味しい味します。美味しくねえだ、そしたら。なんでカブトムシのゼリーうまいんだ。もうね、暑い時期とかすごいぴったりなんで、ぜひスタバ来た際にはおすすめなんで、メロンフラペチーノ飲んでみます。ザッキーでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ザッキーです。久しぶりにね、あの休日ということで、まあ、友達とご飯行ったりしたんですけど、まあ、定期的にサボらず動画を上げていこうと思うんで、ザッキーチャンネルこれからもよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。